職場の人間関係、ちょっとこれについてもちょっと触れておきたいと思います。これも視点を変える、相手の立場、相手の視点に立って見てみるというのが基本になります。人間関係っていうのは実はですね、人類のですね、人間の最大のストレスと言われています。仕事の 長時間労働よりもやっぱりきついのは職場での人間関係ですね。ってことはですね、あなただけじゃない、あなたを悩ませているその上司、そのグループ、その仲間、同僚もまた同じように人間関係に関する悩みを抱えている、痛みを持っているということです。だから必要以上に自分を、あなたを責める必要はないです。哀れんでもいけません。で、大抵ですね、意地悪したり怒ったりしてる人っていうのは他の人に対してもそうなんですよ。でそうじゃなくて、特にあなたに対して怒りを向けているとしても 99% 相手の責任です。相手の中に、その人の中に大きな怒りがあるんです、もともと。そしてそれが出口を探しているんですね。そしてたまたまその怒りのスイッチを押してしまった人に対してここぞとばかりにずっと向ける、これが怒りの本質です。ですから 99% は相手の責任ですが、 1% はあなたの責任。もし相手を怒らせてしまって、そしてそれが長引いて意地悪されているんだとしたら、あなた 1% はあなたの責任です。きっと気づかないうちに、あなたがされて嫌なことを相手にしてたんでしょう。あなたがされて嫌なことって何？正当に自分の価値を認めてくれない、大事にしてくれない、自尊を傷つけられた、相手もそう思ってるっていうことです。ちょっとここで相手、つまり嫌な相手だと思うんですけど、の目で自分を見てみてください。周りを見てみてください。そしたらちょっとね、ちょっと優しい気持ちになって、自分からちょっと近づいてみることはできないですか？もしグループで嫌な思いをしてるんだとしたら、その中でも一番近づきやすい人を突破口にしてみたらどうでしょうか？それでもですね、うまくいかないときはですね、これも、視点を今度は、長く見てください。長い目で見てください。悩んでるときというのは、どうしても今、視点がこう、凝り固まってしまって、今のこの状態がずっと永遠に続くんじゃないか、そう思ってしまうんですけれど、まあ、会社でしたら人事異動があります。上司はいずれいなくなります。あなたも配属が変わる可能性があります。ね、人事異動。もしその機会が、黙っていてはないようでしたら、折り合うごとに、部署の変更を願い出てみてください。10年後の自分から今の自分を見てみてください。それでもどうしてもダメだこれと思うようでしたら、初めて転職を考えてみればいいでしょうね。その時もね、次の転職先が見つかってからがいいと思いますよ。そうしないと、自分を安売りする結果になりがちですから。最初に3つあるって申し上げたのを覚えていらっしゃるでしょうか？最後が選択でしたね。自分で選択する。いろいろ今の会社を、いろんな様々な理由で、変わろうとしている人、それから今までやってきた中でなかなか芽が出ないなって、こうすごく あんな心配しちゃったなとか、あの時ああすればよかったなって思うことってね、いっぱいあると思うんですよ。でもあなたの人生で無駄なことは何一つありません。あなたがそれを無駄にしない限り。これからの選択、決して無駄にしない方法、それは自分で選択することです。様々な視点で、
いろいろな視点で見てみて、そしてさまざまな選択肢を用意してください。悩んだ時にはね。そしてその中から自分で選んでください。こうしよう、例えばこんな風にいろんな人の意見を聞いたり、友達に悩みを教えられたり、本を読んだり、いろんな視点を取り入れることは重要です。でもそれに従う必要はないんです。決めるのはあなたです。いろんな選択肢の中からどれを選ぶか決めるのは自分です。自分で決める、これが人生を後悔しない、無駄にしない一番の方法です。もちろん結果がね、うまくいかないことってあると思うんですよ。でもその時に、あ、でもあの時はそれが最良の選択だったんだ、自分にはそれしかなかったんだ、自分はあれがいいと思ったんだ、自分で選んだと思っていれば、決してそれは後悔になりません。次のステップのへの背中を押すことになっても後悔にはなりません。もし道で迷うことがあったら、視点を変えてちょっと上から今の自分を見てください。それから10年後、20年後、30年後の自分から今を見てください。それからもともと自分は何のためにこれをやってるんだったのかな、自分はどんな時に幸福が得られるって思ったのかな、そのことを思い出してみてください。そしていくつか出てきた新しい、そうして取り戻したいくつかの視点の中から自分で選択してください。きっと楽しさにあふれた人生を選ぶことができると思います。またいつかお会いできることを楽しみにしています。